こんにちは、大橋聖学院のファーマンです。もう10年以上も前のことなんですけど、病院の先生にあなたは手術が必要ですって言われたことがあったんですね。で、やっぱりそんな宣告されたらそうしないといけない理由をもう一回ちゃんと聞きたいし、どんな手術をするのか詳しく知りたいじゃないですか。だから先生に根掘り葉掘り質問したって話を当時今は亡き祖母にしたんですね。そしたら、いやー大したもんや、先生に質問なんて要せえへんって言われたんですよね。で、僕からしたらなんでって話なんですよ。だって知らない誰かが自分の体を触るわけですよね。で、しかも自分の体を切り開くわけじゃないですか。で、さらに自分でも一度も目にしたことのない自分の体の中身を見られる上に骨を砕いたり骨を削られるわけじゃないですか。だからそれは、まあ、これからどんな手術をするのか、そもそもなんでそんな手術をしないといけないのか、まあ、聞きますよね。だけど祖母とは話が全然噛み合わなかったんですよね。で、あの世代の人ってお医者さんに心づけとか袖の下を当たり前のように渡していたし、神様みたいな存在だったわけですよね。でも僕は相手が神様であろうと何であろうと、まあ、聞きたいことは聞きますよね。だって理解して納得するプロセスって大事ですよね。で、普通病院に行ったらまず先生に体に起きていることを説明するわけですよね。どこどこが痛いとか、最近どこどこからよく血が出るとか説明するわけじゃないですか。で、そしたら検査するわけですよね。で、それで先生があなたの体にはこれとこれとこれが起きています、これらの症状からあなたは〇〇症だと推察できます、〇〇症はバツバツの取りすぎによって起きますっていうわけですよね。で、こうしてエビデンスをもとに問題を特定するのがダイアグノーシスですよね。つまり診断ですよね。で、その次にあなたは〇〇症です、だからバツバツを控えてください、また三角が視覚の流れを邪魔しているので外科手術をして切除しないといけません。こうした問題を説明してから解決策、つまり治療法を提示するわけですよね。これが treatment ですよね。だけど患者さんの中には治療法に納得しない人もいるし、そもそも診断の時点で納得していなかったら先生から手術の話をされても全然頭に入ってこないですよね。だからそういう人は他の病院でセカンドオピニオンをもらうわけですよね。で、昔だったら医者は神様だったから医者の言うことは絶対的だったわけですよね。だから昔の先生は説明能力が低かったとしても大丈夫だったかもしれないですけど、今ってそんな時代じゃないじゃないですか。医者の説明能力が低かったら患者として不安になりますよね。また診断している時にちゃんと体をこっちに向けてこう目を見て話してくれる先生だったら、まあ、本当に心強いですよね。だけど患者と一回もアイコンタクト取らずにカタ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 パソコンのカルテに文字を打ち込んでばっかりの先生だったら信頼できないですよね。とにかく納得することって大事だと思うんですよね。で、さっきも言ったように普通病院に行ったら診断をしてもらってから治療方法の説明がありますよね。で、実際には検査があるから1回1日で終わらない場合ももちろんありますけど、プロセスを単純化すると診断が先で治療が後ですよね。で、この順番が逆になることってないですよね。だから想像してみてほしいんですけど、もし病院に行くとするじゃないですか。で、それでちょっと最近お腹があって言いかけている時に、はいお前明日手術ってもし医者に言われたら、なんでって話になるじゃないですか。納得できます？できないですよね。まずは体の不調の原因や病名を知りたいですよね。ただこれと全く同じことを英検1級2次試験でしている受験者がいるんですよね。それはどんな行為かといえば、自分が選んだポジションの根拠として解決策を言うってことなんですね。例えば人間は環境破壊を引き起こしていますかって質問があるとしますよね。普通はいってポジションを選んだら例えばこう言うと思うんですよね。はい、人間は環境破壊を引き起こしています。例えば人間は化石燃料を燃やし温室効果ガスを排出することで地球温暖化を引き起こしています。これってちゃんと自分のポジションをサポートするために具体例やエビデンスを提示していますよね。さっきの医者の話に例えると診断をしているわけじゃないですか。つまり問題を特定しているわけですよね。だけど根拠として解決策を言うっていうのはこんな感じです。はい、でも環境破壊は止めることができます。例えば AI の技術が進んでいます。これって説得力あります？ちょっと待って、 AI ってどっから出てきたんって感じですよね。受験者が医者で面接官が患者だとしますよね。彼らはまだ診断を聞いていないのにいきなり治療の話をされて納得すると思います？だって順番が逆じゃないですか。まだ問題を特定していないのに解決策を提示しているわけですよね。
じゃあそうやって解決策を根拠にしてしまうと絶対に落ちてしまうのか。まあ絶対に不合格になるって断言はしないんですけど、解決策を根拠にして合格するのは難易度が高いと思うんですよね。なぜならそれには3つのリスクがあるんですね。リスク1は解決策自体が間違いである可能性がある。まずスピーチの段階で解決策を言う人の中にはそもそも言うことがないから解決策の話をして時間を埋めているタイプがいるんですね。で、なんで言うことがないのかといえば、それはトピックに関する知識や理解がないからなんですね。トピックのことを本当に知っている人だったら普通中身のあることを言うんですよね。例えば環境破壊に詳しい人だったら接続詞の because を使って環境破壊が起きている原因を説明したり、 for example って言って実例や現状を語りますよね。逆にトピックの知識がない人は接続詞によく so を使うんですね。知識がないから現状も原因も語れないんですね。で、前にも別の動画で説明してるんですけど、英検は世の中が抱えている課題を試験問題として取り上げているわけですよね。だけどトピックの知識がない人はそうして社会が抱えている問題自体の説明ができないんですよね。要するにそれそのものが何なのかって語れないんですよ。だから何をするのかといえば、それにどう反応するべきか、その問題をどうするべきかって外側から触れようとするんですね。だけどそもそも知らないことから正しい結論を導き出すこと自体無理のある話じゃないですか。それゆえ表面的で浅い解決策しか言えないんですね。そして最悪の場合は解決策自体が間違ってるんですね。リスク2は具体的に何を解決するのか不明瞭。リスク1のケースと違ってトピックに関する知識があったとしても解決策について説得力を持って説明するのって難しいと思うんですね。例えば人間は環境破壊を引き起こしていますかっていう質問に対して、はい、でも環境破壊を止めることができます、例えば AI の技術が進んでいますって言ったとしますよね。で、この動画をご覧になっている方も感じたと思うんですけど、環境破壊と AI っていうワードを耳にしてピンとくる人って少数派だと思うんですね。だって AI が具体的に環境破壊の何を解決するのかわからないじゃないですか。で、そもそも普通の人が知らないマニアックなことをエビデンスにすること自体お勧めしないんですけど、まあ一応解説しますね。環境破壊を止めるための AI の技術っていうのは嘘みたいに聞こえますけど、まあ実際のところ本当にあるんですよね。例えばアメリカとドイツを拠点にしているフェローラブスという会社はセメントや鉄や化学物質を作っている工場に対して二酸化炭素排出量を効率的に減らすためのリコメンデーションをするAI の技術を持ってるんですね。ただ環境破壊とこの AI の話をしてスピーチを成立させるには、面接官の頭の中で環境破壊が地球温暖化とつながって、今度はそれが原因は二酸化炭素につながって、それが二酸化炭素の排出量削減につながって、でそれが AI につながらないといけないですよね。で、このチャンネルではいつも言ってるようにスピーチをするときは結論から話すのがベストなんですよね。だからこの順番通りに説明する必要はないんですけど、このチャートに含まれている要素をどれか一つでもすっ飛ばしてスピーチをしてしまうと面接官の頭の中で話がつながらなくなりますよね。その結果納得させるのに失敗するわけですよね。だからリスクを冒してまでしてややこしいスピーチをするよりも、普通にはい、人間は環境破壊を引き起こしています、例えば人間は化石燃料を燃やし温室効果ガスを排出することで地球温暖化を引き起こしていますっていう方が簡単だと思いますね。失敗するリスクはこっちの方が少ないし、納得してくれる確率も高くなりますよね。で、そうして面接官が納得してくれたら Q&A で、じゃあどうすれば二酸化炭素排出量を減らせると思いますかって聞かれると思うんですよね。で、その時に AI の話をすればいいんですよ。だからさっきの病院の話に戻ると、スピーチをするときって診断に集中するだけでいいと思うんですよね。つまり問題を特定するだけでいいと思うんですよ。治療法、つまり解決策っていうのは、面接官が診断に納得していたら自分から言わなくても向こうから聞いてくれるんですよね。リスク3は IF は根拠として弱い。リスク1の説明ではトピックの知識がない人ほど So っていう接続詞を使うって言いましたけど、それと同じくらいよく使われる接続詞がもう一つあるんですよね。それは If。 解決策の説明をするときに、もし〇〇をしたら××を止めることができるみたいな表現をする人が多いんですね。で、リスク2では AI の話をしましたけど、そうして
スピーチで説明している解決策っていうのが実例だったらまだいいんですよ。だけどまだこの世に存在していないものをスピーチの根拠にしようとする人が本当に多いんですよね。例えば AI で日本の政治が変わるとか、ウクライナのゼレンスキー大統領が日本でオンライン演説するだけでも前例がないから大騒ぎしてたのに、 AI を活用するとかいつの話やねんと思いません？説得力ゼロですね。でまた AI があれば高齢化社会にも対応できるっていうアーギュメントもよく聞くんですよね。でこれに関しては僕は説得力のある意見を聞いたことがないんですよね。まずこの場合 AI っていう言葉が何を意味しているのかわからないですよね。それはこの世にまだ存在していない量産型介護用ロボットを指しているのか、それともアレクサみたいなアプリを指しているのか、それとも労働力不足を解消するための工場用ロボットなのか、それとも自立走行車のことなのか。高齢化社会や環境問題のトピックにとどまらず、研究二次試験ではこの AI っていう曖昧な言葉が魔法の解決策として乱用されていると思うんですよね。だから実践のないものをスピーチのエビデンスにするのは本当にやめといた方がいいと思うんですよね。さっきも説明したようにスピーチは診断でいいと思うんですよね。問題を特定するだけでいいと思うんですよね。それで面接官を納得させたら、じゃあどうすればその問題を解決できると思いますかって聞かれるはずなんですよね。つまり治療法を聞かれるようなものですよね。でこの Q&A の時なら多少実例のないことを言ってもまだ大丈夫かもしれないですけど、実例のないものをスピーチの軸にするのは根拠として説得力に欠けるんですよね。それでは今日のまとめを言いますね。医者は普通診断をしてから治療法を説明する。それと同じように英検1級二次試験のスピーチではまず問題を特定することに集中すべき。問題の解決策をスピーチの軸にするべきではない。なぜなら3つのリスクがあるから。1つ目は解決策自体が間違いである可能性があるから。2つ目は具体的に何を解決するのか上手に伝えることが難しいから。3つ目は実例のないもしもの話は説得力に欠けるから。で最近こうして生徒さんと何を言えば説得力があって何を言えば説得力を失うのかっていうことについて話しているとお仕事の話になるんですよね。でそれで近頃よく聞くのが会社の会議が全然進まないっていう話なんですね。でこれにはいろいろな理由があると思うんですけど、そのうちの一つが切り替えができていないからだと思うんですよね。どういうことかというと、営業している時ってビジネスチャンスを逃しちゃいけないじゃないですか。例えばお客さんが A っていう商品が欲しいとしますよね。だけど A が今ないとするじゃないですか。そしたらいやだけど B ならありますとか、だけど C をすることならできますよって言ってすぐに別の解決策を提示しないといけないですよね。だってお客さんに迷惑をかけてはいけないし、お金が入る瞬間を逃してはいけないですよね。だけど例えば会社の会議で売り上げが落ちている、どうすれば売り上げが上がるかっていうのを話し合うと、ああでもないこうでもないってなって議論がよく振り出しに戻るわけですよね。でなんで議論が振り出しに戻るのか、それはすぐに解決策を出そうとするからだと思うんですよね。売上が落ちているんだったらまず議論すべきは売上を上げる方法じゃなくて売上が落ちている理由ですよね。先に考えないといけないのは How じゃなくて Why だと思うんですよね。売上が落ちている原因が分かっていないのに問題を解決することなんてできないじゃないですか。だから議論が振り出しに戻るのは失敗の原因が曖昧で責任の所在が不明なままになっているからだと思うんですよね。もしそこをはっきりさせて合意を形成することができたら、取るべき選択肢はおのずと絞られるから、解決策ってすぐに決まると思うんですよね。営業をしている時に問題が起きたらすぐに解決策を出さないといけないですけど、みんなで議論する時ってすぐに解決策を出すんじゃなくて、まずは問題の原因をはっきりさせることからスタートさせないといけないと思うんですよね。まあ、責任を問われたくない人もいるから、簡単ではないと思うんですけど、ここに時間をかけないといけないんですよね。そうして大事なのは営業と会議では思考モードを切り替えることだと思うんですよね。それではこの動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございます。